ちょうどカウンターがあるんですけども、特にバーマからおされる方がこちらに移動していただき、ゆっくりお茶を飲みながら、まるでカフェに来ているかのような時間を過ごすことができます。ちょうどプライムカフェとありますけども、これは妻の手作りです。ちょうどペンダントライトもいい感じの明かりが出ております。そしてですね、こちらがシャンプーブースですね。椅子もこう座り心地が結構これいいんですね。こう体にフィットするようになっております。見えるでしょうか。足もこれでフルフラットになりますので、足も上がってですね、いい状態になります。そして、今ここに見え、ちょうどカーテンがこうあるんですけども、ちょっとあれかな。カーテンをちょっと引いてみますね。ぐるっと。するとですね、こんな感じで、だいぶ今もう暗くなってですね、かなりゆっくりくつろげるスペース、シャンプーでゆっくりお疲れの方も寝ていただきやすい環境を作ったりとかしております。これはまあ、戻すとこう、開放的にね、なりますので、こんな感じです。で、また、これはですね、トールペイントの先生がされている方にいただいたウェルカムボード。綺麗ですよね。特にこれも気に入っております。ですね、ちょうどこうお客様とのこの間にですね、こういったワーゲンバスやワーゲンビートルが好きなんですけども、そういったものも置いてあったりとですね、その上にはミニ、これ実はミニクーパーですね。ラジコンです。結構大きくて子供が小さい時には本気で乗ろうとしておりました。店内はですね、こんな感じになっております。